皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回新パートナークラブが決定したということでこちらを紹介していきたいと思います。今回はブラジルのサントス FC がパートナークラブということになったようです。サントスってパートナークラブじゃなかったんですね。はい、今回はサントス FC の公式ツイッターが、つぶやいた内容をペスのアカウントが、リツイートしたことによって自分は知ったんですが、書いてある内容を見ていくと、コナミはフィッシュの新しいスポンサーです。フィッシュっていうのはサントスのなんか愛称的なものなんですかね。コナミはサントス FC の新しいスポンサーです。下矢印ということで、画像がね載っております。左側の選手はちょっと、すぐ思い出せませんけど、右はソテルドかな。はい、それから公式さんがつぶやいているのはもう一つあって、パートナーシップ契約の条件には青年および女性のカテゴリーのチームに加えて主要な男性チームのアスリートのシャツ番号内およびトレーニングユニフォーム内のコナミのフェス2021 e フットボールロゴフェスが含まれますということで、ユニフォームにコナミのロゴが入るってことですかね。はい、今のところまだそれ確認できませんが、おそらく今後入っていくんじゃないかなというところですね。はい、この契約はまた継続的なビデオゲームライセンスを含む e フットボールフェスのプロモーション活動にサントス FC ロゴとシールドを使用する権利をコナミに付与します。はい、ちょっと難しいこと書かれてますけど、はい、ということで、日本の皆様にはあまりね、馴染みはないかもしれませんが、サントス FC がパートナークラブとして今回加わったということで、今後、フラメンゴのね、クラブセレクションなんかが創立記念に、来たんですけど、サントスの創立記念日は4月ということで、そのタイミングで、創立記念のクラブセレクションだとかもあるかもしれませんし、最近で言うとラツィオがパートナークラブになった時に、レジェンドの配布なんかもありましたので、サントスに所属したことのあるレジェンド、今ねすぐ思いつきませんけど、もしかするとその辺の配布なんかもあるかもしれませんね。はい、そのあたりはまたイベントの情報なんかがありましたら紹介はやっていきたいと思います。こちらのチャンネルではこのような最新情報などを、紹介やっています。チャンネル登録まだの方はよければチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。